小林哲也は日本中央競馬会の元騎手で現在は調教助手。愛称は林子。これは藤田真嗣が名付けた。1993年、木の哲也旧社所属騎手としてデビュー。同期には飯田雄二、伊藤直人、宗方徹や、後に競馬学校世代で史上初の学士騎手となった河合達彦らがいる。一年目こそ一桁勝利に終わったが、 二年目の1994年から途中落馬不詳による長期戦戦離月もあった中、毎年勝利数を二桁に乗せ関西の中堅騎士として活躍を続ける。またデビュー年より障害競争にも帰場し、重症への出走経験も数回あったが2003年を最後に障害競争への帰場はない。1994年には短距離は日本ピロスタディとのコンビで、 オープン特別を4勝、その2年後となる1996年、同じ日本ピロの看護場日本ピロプリンスにて、重勝初勝利を記録している。2009年9月12日、13日に、韓国、ソウル競馬場で実施された第5回韓国馬次会、国際機種招待競争で合計4案に起乗し、最終第4戦目で勝利を挙げた。2018年11月21日付で、 山内健治旧社所属となる。2019年5月20日付で騎士を引退、千田照彦旧社で、調教助手となる。ありがとうございます。